マーティンフライマーティンフライ ABC はイギリスのバンド。1980年代に一世を風靡したニューロマンティックバンドの一つ。1980年、音楽ジャーナリストのマーティンフライとバイスバーサというバンドが合体し結成。フライトマーク・ホワイト以外のメンバーは流動的である。1980年代前半、イギリスのニューロマンティック系アーティストが MTV による ビジュアル効果を利用してアメリカのヒットチャートを席巻し第二次ブリティッシュインベージョンと呼ばれる一大ムーブメントを巻き起こした。ABC もその例に漏れずダンディかつきらびやかなジゴ頃的イメージ戦略でブームに乗り1982年に英米で LOOK OF LOVE のシングルヒットを放った。この曲は日本でもディスコで連日流されるほどの大ヒットとなる。 ファーストアルバム、ルックオブラブからは、涙まだまだ、ポイズンアロー、ルックオブラブ。我が心のすべてをと4曲ものビッグヒットを放っており、初登場で、いきなり全英アルバムチャート1位となった。さらに、収録曲の一つであった、バレンタインズデーが、ホンダ研工業が1982年発表した、スクーター、リードの CM ソングに採用され、日本国内のみ、 シングルカットされ発売されている。1983年セカンドアルバム、ビューティースタップをリリース。ライブ感あふれるエネルギッシュな作品ではあったが、あまりにも前作が売れすぎたためか、あるいは前作とは、かけ離れたハードなロック路線に転向したためか、セールスはかんばしいものではなかった。その後、メンバーチェンジを行い1985年に、サードアルバム、 How to be a gillionaire をリリース。be n ア a m e アメンバーがアニメキャラになった PV How to be a millionaire などで話題になり全米で人気を博す。1987年マーティン・フライとマーク・ホワイトの二人となった彼らはアルバムアルファベットシティをリリース。シングルホエン・スモーキー・シングスが全英11位全米5位のビッグヒットとなった。 その後は1989年のアルバム、アップ、1991年のアルバム、アブラカダブラをリリースするものの、セールスは伸び悩み、翌1992年にマーク・ホワイトが音楽業を引退したため、ABC 自体の活動も一旦停止した。1997年、長い沈黙を破り、マーティン・フライが ABC 名義で復活。アルバム、スカイ・スクレーピングをリリース。 現在もセッションメンバーを加えながらディナーショーや夏メロコンサートなどで音楽活動を続けている。2004年トレバホーンのイベントに元ドラマーデビッド・パーマーを迎えてライブに出演する。このライブの模様はプロデュースドバイトレバホーンという DVD にも収録されている。2008年元ドラマーデビッド・パーマーを迎えてアルバムトラフィックをリリース。 2016年、ファーストアルバム、ルック・オブ・ラブの続編となるアルバム、ザ・レキシコン・オブ・ラブ2をリリース。ありがとうございます。